はい、こんにちは、たくまんです。今回はね、生放送でリスナーさんたちとめちゃくちゃリアルなフォートナイトのザ・エージェンシーを作りましたので、それをね、みんなに紹介しちゃいたいと思います。オッケー、そしたらね、エージェンシーのまず一番前の部分からいきますよ。これ、このボートわかるかな？エージェンシーの一番前のところ、なんか港みたいになってて、ここにボートが止まってるんだけどね、そのボートが再現してあったり、エージェンシーの一番前のあの、丸いオブジェクト、覚えてる人いるかな？エージェンシーのね、一番前に丸いオブジェクトがあったんだけど、それもめっちゃうまく作ってるね、立体的に。そしてね、建物の中もめちゃくちゃリアルに作ってあるんですけど、建物の中、ちょっとまた後で紹介しますね。マジですごいから、建物の中も。で、これがエージェンシーの前のゴーストの旗ね。青いゴーストの旗、ちゃんと風でなびいてるとこまで再現してやる。おっと、そしてこれがエージェンシーの前に立っているあのさ、ギリシャ神話のアトラス像わかるかな？地球儀を持ってる、なんか筋肉もりもりの石像がここにおりゃってなんか丸い地球を持ってたのわかるかな？おりゃってこれで持ってますね、地球を。あ、そしてこれ俺が植えた木、ちゃんと成長してるね。建物のね、かなりこういう細かい部分とかはね、建築が上手なリスナーさんにもうほとんど手伝ってもらったんですけど、この辺の島の整地とか、この辺の床をずっと敷き詰めていくとかはね、全部自分でしましたので、まあ、全部じゃないけど、結構自分でしましたので、皆さんに今自慢しています。そしてこっちがエージェンシーの裏側ね、すごいリアル。あ、ちゃんとヘリポートもあります。エージェンシーの裏にはヘリコプターが置いてあって、ここにね、ヘリポートがあったの、すごい。めっちゃリアルにこれ再現してある。これ誰が作ったんだろう。てるん、下がまだできてなくて周りが雑ですが、なんとなく作っておきました。わさびベアよりいいね。こんな風にね、たくまんサーバーではリスナーさん一人一人がね、じゃあ自分ここやっとくとか、じゃあ自分資材集めとくとか言ってね、みんなで協力してこういうの作ってます。地図を見てもらったらわかるんだけど、マップの右下のところがザ・エージェンシーで、真ん中のところにね、リスナーさんたちのそれぞれの居住空間があります。真ん中の島にもフォートナイトのギミックがいろいろ隠されてるんで、それもね、この動画の後半で紹介します。マジですごいですよ、チャプター1のあれが再現されたりしてますので。で、エージェンシー上から見るとこんな感じね。ほら、めっちゃエージェンシーっぽいでしょ。オッケー、そしたら、あーっと、これ、そうそう、そして、ここ覚えてる人いるかな？ほら、エージェンシーの後ろのところに、電話ボックス。あの、ヘンチマンに変身できる電話ボックス。こうやって入って、バシャーってヘンチマンに変身して出てくるやつまで、ちゃんと再現されてますね。ダッシュで入れます。なんだ、こう、隠し部屋。ダッシュで入れます。ちょちょちょ、わあ、すげえ、すげえ、これすげえ、誰が作ったこれ。エージェンシーの地下が再現されてる。これダクトボックスの中じゃん、エージェンシーの。どっかの部屋に繋がってたりするんかな。あ、すげえ、すげえ、ちゃんと部屋に繋がってる。めちゃめちゃすごい、これ誰が作ってくれたこれ。知らない、俺知らない、俺が知らない間に誰か作ってくれてる。じゃあちょっとある程度外も見たんで、中行ってみましょうか。ダッシュで入れます。あ、この辺ダクトボックスはダッシュで入れるようになってるんだ。あ、あー、ここはみんなわかるかな、ここ。マイダスが座ってた。ここね、マイダスが座ってて、ここにブルータスが座ってて、ここで、ここにあったね、黄金の椅子が盗まれちゃったんだよね。あ、黄金の椅子盗まれちゃってないね。すげえ、これチャプター2シーズン2のオープニングトレーラー動画思い出す。すげえ。あ、お前マイダスか。金色の頭してるけど、マイダスじゃないよな。マイダスっぽいけど違うの、違うかな。すごいね、この部屋の再現とか。ちょっと中見ていこうか。あと、ここは、ちなみにこれクリエイティブじゃなくて、サバイバルでやってますんで、やばくない？みんながね、サバイバルでね、石とかね、めちゃくちゃ集めてくれてるんすよ。これサバイバルだよ、サバイバル。ほら、すげえ！あ、ここ受付場ね。エージェンシーの中の受付場。正面から入ってきて、あの地球を持ってる石像が水の中にいて、2階、3階、屋上と、ちゃんとできている。階段も登れるのかな？よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。すげえ、あったね、ここ。で、ここからよく俺、ここに歩いてるマイダスとか撃ってたな。あ、これちゃんと2階部分から隣の建物にも繋がってる。わ、すごすぎる。え、なんか壊されちゃってるけど。まあ、たまーにね、やっぱりちょっと生放送来てくれてる人誰でも入れるようにしちゃってるから、たまにね、嵐が湧いてるんで、まあ、その辺はね、今後いろいろと対策していこうかと思います。あ、ちなみにね、ザ・エージェンシーって地下にマイダスの隠れ家があって、そこでループから抜け出すためのザ・デバイスっていうのを作ってたんですけど、どっかにね、確か地下室への隠れ道があるんすよね。どこだったかな、忘れつった。聞いてみようか。どうやって地下室行くんでしたっけ。
どこだったっけなあ、ちょっと待ってください。あ、知ってる人がいますね。来ました。オッケー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 。あ、ここの部屋から行けるんだ。 IO を破壊したい。オッケーオッケー。お前ファウンデーションだな。ついていくぞファウンデーション。あー、なるほど、ここが隠し部屋になってたんだ。さっきこのダクトボックスから出てきた部屋に、ここになんか隠し部屋があったらしくて、隠しボタンを押すと地下に行けると。あ、この辺のレバーでなんかちゃんと作ってあるすごいすごい。さあ地下に行きます。さあ秘密のザ・エージェンシーの地下室へ。よいしょ、カッタ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 。すげー、見て、すごすぎる。これみんなわかる？ここにさ、カオスエージェントとかの黄金の仮面があったところ。あ、そしてここにあのサニーステップスの誰だっけ、サニーバードだっけとかのピーリーとかの黄金の像があって、ここにブルータスとかの写真が飾られてたやつすごすぎる、これはすごすぎる。あ、そしてここにマイダスが立ってて、ここにジュールズの、写真が置いてあったやつですね。お、これはマイダスがザ・エージェンシーの地下でデバイスの実験をしてるのではないか。このレバーをオンにしてみようか。ポコン。なるほどなるほどな、なるほどな。あ、バキバキ電流が流れるんじゃなくてピカッと光る。わあすごいね、でもすごいな。なんという再現力でしょう。すごい、たくまんリスナーの皆さん。あ、なんだあそこ、あそこからも行けるようになってるのか。秘密の通路があんなところにもありますね。あ、ニャッスルがいる。あ、ニャッスルに変装してる。あー、金の武器がいっぱい飾ってありますね。さすがマイダスの部屋。ちょっといろんなところ行ってみたいね。またもう一回ダクトボックスから探検するぞ。お、なん、あ、ここがさっきの、あー、オッケー、ザ・エージェンシー、こんな感じですね。めちゃくちゃ細かいところまでできてるでしょ。すごいねこれ。まあ細かいところのほとんどはね、リスナーさんたちが作ったんだけどね。あれ、これあのタクマンスキンじゃねえかこれ。タクマンアイコンだな。タクマンアイコン作ってる人がいるな。あー、これみんなこれわかるかな。フォートナイトやってる人はわかるよね。ちょっとあっち行ってみようか。ピンクのクマちゃんもめっちゃ可愛いね。これ上手だね本当に。すごーい、ちゃんとお空に次元の叫びがある。すごい高い。さっきのエージェンシーみたいね。うわ、エージェンシーすごいすごい、本当リアルだね。エージェンシーそのまんまやんこれ。上から隕石見ても隕石っぽくないね。すごい、この隕石。リアルにできてる。ここから我が町が見下ろせます。すごい、これが一番すごいね。やばくない？セブンのロケットだよ。あ、セブンのロケットへと続く道がある。めちゃくちゃ上手、これ作った人。チャプター1のシーズン10みたいなやつかな。ちゃんと上に登れるようにもなってるね。よいしょ、よいしょ。わー、すごーい。なんか近くで見るとそんなにロケットっぽくないけど、こういう巨大な建造物はちょっと離れて見るのがいいのかな。すごい、この辺まで再現されてる。そしてこれがリスナーのポケさんですね。フォートナイトの自販機を守る会の方ですね。自販機を守る会だったっけ、これ自販機なのかな。そしてこれすごいんだよね、この家の裏ね、ちゃんと自販機に宿ってる精霊のルナだっけ、ラナだっけ、精霊のラナがね、フォートナイトの精霊のラナが映ってます。自販機愛護団体総合事務所最高責任者ミスターポケ。あー、自販機、これ自販機なのかな、これ自販機。もしかしてジュースが出てくる、ジュースが出てくるわけじゃないのか。お、自販機愛護団体へようこそ。入団希望者はポケに申請してね。自販機を愛する人はね、僕のリスナーさんのポケさんにね申請しちゃってください。おっと、そしてこちらがノワール探偵事務所。お、あのノワールの探偵事務所になってるみたいですね。ちゃんと探偵事務所みたいになってる。重要指名手配犯。これあれだ、これ過去にタクマンサバを荒らしたやつの名前じゃねえか。ちゃんと過去にタクマンサバを荒らした人の名前が重要指名手配犯として名前が表示されてる。ちゃんと探偵の仕事やってるのがすごいね。これはリアリティがある。あとはどんな面白いお家があるのかな。
あ、これは俺が怒られたやつだ。みんなこれ何屋さんに見える？これなんか煙が出てるやつ。これね、焼き鳥屋さんらしいんだよね。なんか鳥をここで育てて鳥を焼いて、なんかね、焼き鳥が食べれるようになってる、なんか焼き鳥屋さんらしいんだけど、俺これ最初うんこ屋さんって言ってて、うんこ屋さんだって言ったらリスナーさんに怒られちゃった。うんこ屋さんじゃないよって。でもこれうんこにしか見えないよね。あ、ちゃんとお外で食べれるように椅子とテーブルも用意してある。あ、あれ？とも食いしてないか。とも食いしてないっすか。とも食い、隠れてとも食いしてます。隠れてとも食いしてます。なんか今食べてる音したよな、ガブガブガブって。よっしゃ、そうしたらたくまんさんは大体こんな感じかな。はい、ということで生放送ではね、いろいろフォートナイトの参加型したり、マイクラの参加型したりね、リスナーの皆さんと結構遊ぶような配信をたくさんしてますので、興味のある方はミルダムのたくまん配信まで来てみてください。ただね、今使ってるこのサーバーが最高同時で10人までしか接続できなくて、今度借りるサーバーがね、最高30人までしか接続できないので、なかなかね、入りたい人全員が同時に入ることは難しいですけど、ルールをね、きちんと守る人は生放送で参加 URL をね伝えて参加できるようにしてますので、よかったらね、マイクラ生放送してるミルダムの方にも来てみてください。